<laughs> ちょっと大変なんですけど。 あなたずっと名前呼ばれてますよさん元気ですかです時刻は午後6時を回りましたお届けしている曲はサムエルの「イエス様がいれば大丈夫です」みなさんこんにちは。 ギノワン聖書協会プレゼンツジーザスコーリングユー第219回目の放送です。この番組は身も心も疲れてしまっているあなた。生きていく記録がなくなってしまったあなた。なぜ生まれてきたのかが全くわからないあなた。とても急いで助けを求めているあなた。そんなあなたのための番組です。30分間どうぞお付き合いください。 まずはじめに、ギノ能ン聖書教会、キムトンヨ牧師をご紹介します。キム先生は、韓国は広州にある教会の牧師のご子息として成長されました。ある日、日本で宣教をしなさいという命令が神様から下ったそうです。この命令に従順されて、1994年に来日されました。1998年からは沖縄に移られて、ギノ能ン聖書教会の牧師として、 神様からのメッセージを語り続けておられます。では、自己紹介をお願いいたします。はい、こんにちは。えー、キノアン選手協会の牧師でやるキムです。今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。そして本日もミキシングと進行は、えー、私、FM キノアのできる男、キャンがお届けしてまいります。さて、本日のテーマですが、7人の執事とタイトルしました。 そこのあなた、ずっと名前呼ばれていますよ。日のわん聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー。はい、では本日の聖書箇所を朗読してまいりたいと思います。本日の朗読箇所は、えー、使徒の働き第六章一から七節を朗読してまいります。その頃、弟子の数が増えるにつれて、 ギリシア語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちの、彼らのうちのやめもたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。そこで12人は弟子たちを、弟子たち全員を呼び集め、こう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに 使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から見霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを七人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと見言葉の奉仕に専念します。この提案を一同はみんな喜んで受け入れ、受け入れた。そして彼らは信仰と精霊に満ちた人、 ステパノ、およびピリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、そしてアンティオキアの回収者、ニコラオ、および。この人たちを人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで 弟子の数が非常に増えていった。また、祭司たちが大勢、次々と信仰に入った。では、キム先生、お願いいたします。はい、こんばんは。昨日は聖書協会の国志であるキムですが、今日は、あの、六章の一節から七節の中で、七人の七字を選ぶ、その内容を共に分かち合いたいと思います。人の働きを見ると、 神様が力強く見業を行われる。その内容がたくさん記されて、奇跡がたくさん記されています。ところが今日の本文は、7人の七字を選ぶ。その内容を共に分かっちゃいますが、その7人を選ぶのに、なんでこうなっているのかというと、神の恵みを受けて精霊に満たされて、 本当に全てがもう満足するような。もし環境で言うと、もう何の問題なく一歩一歩前進していくだろうと思った時、奇跡もあったし、本当に問題ないよと思った時、問題が生じたということです。私たちのような人々の人生のその 歩みを記録していると、私たちは覚える必要があるということです。私たちは特に聖書を読むとき、彼らは特別だ。私たちと違うよと。ところが、違うんじゃなくて、私たちと似ているいや同じであるということを覚えます。私たちは日曜日に教会行くとき、も いろいろ地上によっていけない時もありますが、非常に昔と比べると良い環境、何の問題環境と言われるように素晴らしい環境で礼拝を守ります。ところが彼らは本当に教会行くというのはそう簡単じゃない。その中で集います。そこで本当に交わりを持ち、食卓を囲んで交わりを持ちます。 ところが、その食事の問題で問題が起こったんですね。キリシャの指針とユダヤ人のヤモメ。同じ廃棄を受けるのに、もう今回なんか私もらってないぜ。なんでという時、もらってないという人は、なぜかわかんないけど、キリシャの指針の方が多い。あれこれおかしいで なんで私たちを差別するのなんだなんだという文句が出始めたということです。教会、初代イギリスの教会も本当に弱い人を助け、食事を提供したり助け合います。ところが、ヘブル語を使うユダヤ人が、キリシャ語を使う、キリシャ語を使う人は散らされたユダヤ人であって、彼らが変えてきた。 共に礼拝をする。ところが、食べ物で喧嘩になったということです。私たちがイエス様を信じる中で、本当に損と思うことの一つは、聖書を記録した目的、神の働き方法と、私の考えが連れて苦しむ時です。 私は、ああ、こうなるだろうと思ったのに、神様は、本当に奇跡が満ちあおれて、精霊に満ちあおれて、神の祝福が満ちあおれて、何の問題がないだろうと思ったとき、問題があって、それも食べるもので喧嘩するようになったということです。旧約聖書から新約聖書を見ますと、たくさんの奇跡が記されています。 私たちが見たように、イスラエルの民がエジプトからカナン地に入るとき、神様は特別な奇跡をたくさん行われます。そこでエジプトから完全に抜け出すために、航海を渡り、そこを海なのに歩いて渡る。そのように奇跡を経験します。奴隷生活から、 神様が救う、その救い、神の許しを理解するのは難しい。それで神様は特別な恵みをとして、私があなたをこの世に愛していることを示してくださいます。また、アブラムの話もしました。アブラハムは祝福の根源であると話しました。ところが、アブラハムの子孫であるイスラエルはエジプトで奴隷になります。 なんでわざわざトレーにしてまでそこまで本当に苦しんだ方がいいの苦しめた方がいいのという疑問が生じます。私たちがイエス様を信じると私の信仰生活は妨害するものなくまっすぐになってもう一歩一歩トントン節で歩くだろうと。ところがそうでないですね。残念ですけど。 また私たちが必要と知るときには、祈っても、この聖書の記されている奇跡がなかなか起こらないということです。タニエルは獅子の穴から守ってくださったように、私も守ってください。助けてください。一生懸命祈っても、なんでか私には神の助けがないような気がする。 私たちの人生の歩みの中で、その奇跡は目の前に行われる奇跡じゃなくて、神様がひどり子イエス・キリストを与えてくださって、その神の愛を受けることが奇跡であるということです。私たちは罪人です。罪人である私たちのために、ひどり子イエス・キリストを送ってくださり。 十字架の上で血識を流しました。苦しみを受けられました。私たちの全ての罪を許し、愛してくださった。それが奇跡であるということです。私たちは全ての状況がみんな違います。それで、神様の自然の性と権威について、愛について考えるとき、 自分の欲と自分の考えに合わないとき、私たちは、ものすごく信仰が揺れる経験をします。さっき話したように、私が思う神の働きです。神様の知恵、神の働きじゃなくて、私が思う働きを考えるとき、私たちは、神様の働きと私の思う働きが一致しないと不安になり、 どうするどうするという戸惑いがあるということです。王子の人たちは、教会に入ったら、教会は、もう、平安があり、安らぎがあり、何の問題がな,ないだろうと。ところが、教会に行ってみたら、教会は争いがないと思ったのに、興味言葉のように、争いがある。それも、 食べ物の配給の問題で、なんで私たちはくれないんですかいつも私たちは漏れるんですかという不満がっている。それは、神の愛を受ける私たちの弱さがあるということです。私たちは時々勘違いするのは、私たちがイエス様を信じることによって、私は完全な人になったと思います。 ところが、私たちは罪人であった。しかし、神の恵みによって、愛によって、神の子供になったことを覚える必要があるということです。パウロはこのように告白するんですね。私は私を強くしてくださる、私たちの主イエスキリストに感謝を捧げています。なぜなら、キリスト私をこのつどみに任命して、 私を忠実なものと認めてくださったからです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るものでした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、あれみを受けたのです。私たちの主のこの恵みや、キリストイエスにある信仰と愛とともに、ますます道あおれるようになりました。 キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉はまことであり、そのまま受け入れるに値するものです。私は罪人の頭です。パオロは自分は昔この世にイエス様を迫害する人でした。しかし、神様の愛を受けて永遠の命を得るようになったと告白します。 聖書は私たちがどのような存在であるかを示して、それにもかかわらず私たちは愛する、その神様の愛を記録している愛の手紙であるということです。神様は私たちが願うことをすべて与えることではありません。それで私たちはね、えー、ええー、とイライラします。 神様は私たちが祈ると何でも私が言いを通るに叶えてくださる神様ではない。それでカラディアの六章七節で思い違いをしてはいけません。神は侮れるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。お米の種をまいて、いや、急に私は麦、 ご飯が食べたいから麦を刈り取りたい。できないということなんです。この法則は大地の原則で私が神の民として歩むことを願い。それを妨害することを最後まで妨害する。初代教会は精霊の働きがたくさんある教会でした。神様の宮座が行われました。今はそのような奇跡は起こらないなら、 神様は私たちの祈りに耳を傾けてく、ないんでしょうかもう、お前のことは聞きたくないと言って耳を封じているんでしょうかそんなことありません。神様は御言葉にしながらないから、気づきではなくて、無知に打たれる時もあるということです。なんで子供たちに無を打つのかなんで叱るのかそこには、 愛があるからです。神様は私たちを愛を持って、神の民として歩むことを願い、私たちを導きます。罪の道、迷いの道に入ろうとすると警告をし、手を差し伸べて私たちを助けてくださり、守ってくださいます。時々私たちが、神様がおられる。なんでこんなことを 私の前でこんなことが、こんな問題があるのと、届きがあります。新明家の32章では、ただし、だけ、これを導き、主と共に海国の神はいなかった。彼らは神でないもので、私の妬みを引き起こし、彼らの虚しいもので、私の怒りを燃えさせた。私も民でないもので、 彼らの妬みを引き起こし、愚かな国民で彼らの怒りを燃えさせよう。私たちが神でないもの、神を本物として神を求めればいいんですけど、神でないものを求めてまことの神から離れて、今日の意を与えるものに心を奪われると。神様は私もあなたに そのように、あなたを、祈りを聞かないという。新約聖書では、空を飛んでいる鳥を見てごらん。野原に咲いている百合を見てごらん。その全てを神様が覚えているのに、あなたを忘れることがあるかと、私たちに叱ります。 私たちは自分が願うこと、自分が求めることがすぐ叶えられると、なんで神様私の祈りに効かないのと、神様に文句を言います。神様は、ソリを飛んでいる鳥を、野原に咲いている百合を、すべてを守ってくださり、導いてくださる。それに勝る、あなたを忘れることができるかと。いう その神様が私たちを愛して、その愛を注いでくださいます。どんな親が自分の子供が悪い道に走ると拍手しながら大喜びするでしょう。心を悲しみ、涙が満ちよう。本当に心が辛くなって胸を叩きます。その滅びの道から救うために命を懸けて助けようとするのではないでしょうか。 神様は私たちが神の子供らしく清く歩むことを願います。神の御心にかなう人として一歩一歩歩み成長していくことを願います。しかし私たちは神様の恵みよりこの世の富と名誉を何とかして力を落として神に求めます。しかし神様は 私たちの祈りを聞いてくださらないだけじゃなくて、鞭を打つ時もあるということです。目を覚ましなさい。あなたはこうすべきだよということを示すということです。見言葉をまとめたいと思います。初代教会にはたくさんの奇跡がありました。全く問題がないままで教会は毎日信じる人がまし加わると思いました。 ところがそこには、キリシャ人のヤモベとヘブライ語を使うヤモメ、キリシャ語を使うヤモメが背景に漏れることによって争いが起こり、もう7人の7人を選ぶことになります。七人の7人は立派に努めますが、その選ぶ理由を考えると、えと思う心もあります。 神を愛する人にすべてを益にしてくださる神様の宮沢を私たちは見て、目の前にある争いじゃなくて、神様の働き、神の御心を知って、従って歩む私たちになることを願います。ありがとうございます。ありがとうございました。まあ、本日のお話を聞いての感想なんですけど、まあ、全知全能なのは神様であって、 完璧な人っていないんですよねなので、あのー、誰でも、あのー、何かに集中しようとしたら他のことできなくなりますし、逆になんかいろんなことやりすぎるとほころびが出てしまうってことはよくいっぱいあると思うんですけど、まあ、今日の最初のこの7人が選ばれるきっかけっていうのもそういうところだったのかなって思うんですけど、やっぱり今世の中いろんな仕事をされてる皆さんって結構いろいろ抱えすぎだと思うんですよ。だからそれでうまく回ってない。 人もたくさん世のの中にいると思うのでやっぱりそういう時に少しでも余裕を持つために自分が今やってることってちょっとやりすぎてないかなとかこれって人にお願いできないかなとかなんか逆にあの困ってる同僚とか仲間がいたらあ君ここまでやってる頑張ってるの分かるから僕が代わりに今余裕あるから引き受けてあげるよとかそういうなんか優しい世界になるとやっぱいいなと思いながら今日のお話を聞いてました。 では、キム先生、リスナーの皆様のためのお祈りをお願いいたします。はい、お祈りします。恵み会い天皇とお父様、まありがとうございます。今日は七人の七次を選ぶ初代教会の状況を共に分かち合いました。教会は、特にこの地上にある教会は完璧者じゃなくて弱い者が神の特別な愛を受け、神の子供になり、そこで共に 協力しながら力を合わせながら、主の恩から出る教会を共に形成していくことを学びました。主は私たちは自分の弱さをありのまま認めて、そこで主の恵みと主の愛を求めていくことができますように、助けてくださり、導いてください。イエスキスの皆によってお祈りします。アーメン。 なんかやっぱり CM 聞こえないとちょっと不安になりますねちゃんと目を <laughs>、はい、止めておかないとまじいこと言わて <laughs> 少し無音作ってしまいそうで2週 <laughs>。<laughs> <laughs> そこのあなた、ずーっと名前呼ばれていますよ。イノワン聖書協会プレゼンツ。ジーザスコーリングユー。ジーザスコーリングユー、お別れの時間が近づいてまいりました。えー、名古屋のひまわりさん。そして、金子秀樹さん。本日もツイキャスのご参加、誠にありがとうございます。 今日の聖書箇所についてもっと知りたいと思った方は、よろしければお電話をくださるか、直接教会をお尋ねください。毎週日曜日の朝10時半からは礼拝。毎週水曜日の午後7時40分からは祈り会を開催しています。どなたでも歓迎いたします。また、今日食べるものがない、夜寝るところがないなどで困っている方も、遠慮なくすぐにお電話ください。電話番号は098-890 です私たちはあなたのお役に立ちたいと思っていますまた教会では毎週火曜日と木曜日の午後3時から主に宜野湾市内の小学生を対象としたハレリアアカデミーという名前の子供の居場所づくりもしています希望者には夕食も準備しています関心のある方はお気軽にお問い合わせください 以上、すべてのお問い合わせ、ご連絡は098-890-1350098-890-1350ギノワン選手協会までお願いいたします。ギノワン選手協会プレゼンツジーザスコーリングユーお別れの時間です。この番組は、あなたのエンドライフにもっと寄り添いたい三国グループの提供でお送りいたしました。 メッセンジャーはギノワン選手協会キムトンヨウムクミキサーと進行は私 FM ギノワンのできる男キャンがお届けしてまいりました。また来週水曜日の午後午後6時にお会いいたしましょう。ではヘブライ語で神様の臨在を意味する言葉シェキナーでお別れします。シェキナー